遅くなってすみません。先ほど空手の練習が終わりましたので、レッスンに合流します。大丈夫、疲れてなどいません。日頃からしっかり鍛えていますから。こういう時こそ押して忍ぶの精神です。押す。それに次のお仕事のための特訓もいよいよ佳境ですからね。今回いただいたチアリーダーのお仕事も完璧にこなしてみせます。ただその前にプロデューサーさんへお願いがあります。もしよければ私の特訓に付き合っていただけませんか。今回のお仕事は可愛いチアリーディングですから、その恥ずかしながらちゃんと可愛くできているか少し不安で。振り付けやフォーメーションは覚えましたが、その努力が身になっているかプロデューサーさんに見極めてもらいたいのです。ボス。あ、可愛くするならまずオスをやめるべきですか。では可愛く可愛く見てください。キュン。フレーフレーみんな頑張れ頑張れ、みんなファイトー。おー、あたしの応援どうですかプロデューサーさん。そう、衣装もちゃんと本番のものを着てきました。少し肌寒いかと思いましたけど、動いてると暖かくなってきますね。それにやっぱりプロデューサーさんに特訓を見ていただいて正解でした。その笑顔を見ると自信が湧きます。おかげで本番はいい応援ができそうです。応援する側が自信なかったら応援される側だって迷いが生まれますもんね。あ、笑ってしまってすみません。私ったらプロデューサーさんにいつも勇気をもらっているなって思って。プロデューサーさんの応援に応えるためにもっと成長しないとですよね。どうしたらいいかな。もっともっと可愛くとか。では恥じる心を捨てて、今日の私はあなただけのチアリーダーです。私の全部